楽しゅうございました。女友達2人あった。あのね、まだまだ炸裂してて、時々すんごいやばいセットが入ってくるんですよ。でセットの間をついて、まあ、アウトに行けないことはないんですよ。絶対行けるし、もっとでかい波で乗ったことあるんですけど、はっきり言ってちっとも楽しそうじゃないと。あれね、はるかアウトですごいのが割れるんですよ。時々もっともっとでかいの割れるんですよ。食らったらやばいじゃないですか。おすごい、いいね、ヒュー。まそんなわけでね、ちょっとインサイドでメローにミドルサイドちょっと遊びたい気分だったんで、リフォームウェーブでめっちゃ楽しかった。ドエース、何、人だかりが私の周りに。よし、仕事行きます、仕事行きます。今日ね、カレントがすごい、潮の流れ強くて危ないです。また風も出てきたし、よし、ではでは続きます。はい、というわけで今目の前に止まってた人が動いてくれてとっても嬉しい私です。さてさて、仕事に行きます。一軒物件を見に行こうかなと。今日はね、プアラニエステイツに行きます。ハイウェイ沿いの、あの住宅街がわーっと ある山のところですね。混んでる、動けない。やっと動けましたね。えとっても綺麗です。でもね、潮の流れがめちゃめちゃ強くて、あのそう見えないと思うんですけど、で波もね、時々あのセットといってすごく大きな波がガンガンガンと入ってくるので、非常に危ないです。インサイド楽しいです。ミドルサイド、座りしてこうよいしょよいしょっていう、で、そうそうそう、ニーパドルして、でロング乗りで、でなんかこうそういう人ってあんまりいないから、あ、まあすぐ分かるよねっていう。多分ね、おそらくですけど、私がいるのを見て逃げたんだと思います。はっはっは、楽しかったです。すごい、どうでもいいです。もう一つだけ願いは、もう私の人生から一切合切出てってほしいです。以上です。私はもう立ち直るし、立ち直ってるし、もう何もいらないから、本当に関わらないでほしいです。辛いんで、もうなんか本当 PTSD っていうか、ちょっと本当具合悪くなっちゃう。考えただけでやだ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 。よしよしよし、
くぞ、仕事行きます。今日はね、ルーバの、最近多いのよね、メインランドに引っ越すんですって、うちの同僚で、まあ、自分家を売ると。何なんだろう。あ、こんにちは、また会ったね、トロリーさん、今日よく会うね。そう、何なんだろうっていうか、まあ、別にいいんですけど、私も同じようなもんなんですよね。っていうのが、不動産屋さんみんな州でライセンスなんですよ、ステートで。ハワイ州のライセンスを私も持ってるんですけど、全国版のライセンスと、あ、違う、試験が2バージョンあって、で、2バージョンというか2つに2ポーションに分かれてて、で、まあ、全国版と、まあ、州版と。で、全国版も、州バージョンも両方ともクリアしないといけないんですけど、まあ、要するにね、その、両方クリアしてライセンスを持ってれば、例えばね、私の場合は今、まあ、ハワイ州で、動作やってますけど、あー、まず綺麗だ、綺麗だけど混みすぎでしょ。そう、私例えばね、じゃあ、まあ、仮にですけど、じゃあカリフォルニアに引っ越しますと。で、カリフォルニアで不動産屋さんやりたいなってなったら、全国版はもう OK だよっていう免除なんですね。で、カリフォルニア版のテストだけ受けて、そこをクリアすれば、まあ、カリフォルニアの免許を取れると。で、どこに住んでようが、まあ、お金払って、まあ、この更新をして、でさえいれば、こう状態を維持するのが、まあ、取って取りっぱなしじゃないんですけどね、結構更新が大変なんですけど、まあ、ハワイ州のステートのライセンスは、うわー、バレンズすごい、まあ、どこに住んでても、まあ、維持はできるんですね。なので、私もね、別に、まあ、東京にメインの住居を移そうが、カリフォルニアに引っ越そうが、まあ、ハワイのね、不動産業を続けていくつもりですし、そういう人ね、うちの同僚だけでも結構いるんですよ。ミズーリにいる人も、ミシガンだ、ミシガンにいる人もいるし、テキサスにいるおばちゃんと偶然この間会って、同僚なんですけど、ちょっと説めっちゃ久しぶりって言うから、私東京なんだよねって言って、いやマジでとか、私テキサスでさっていう話で、まあ、テキサスと東京のね、不動産屋さんがハワイの不動産業を営んでいて、まあハワイでね話をしているってうー、バニアンズやっぱぐっちゃぐちゃ乗ってる人いるよ、すごいな。はい、というわけで、じゃあちょっとここ登ってきますかね。登ってきましょう。はい、ロイヤルポインシアナをだいぶ上がってきました、ハイウェイを目指してございます。ハワイ島の道路って、なんか例えばオアフとかと比べてめちゃめちゃシンプルで、こう海の道、山の道、それにこうね、こう通じるバイパスみたいな、こう非常にシンプルなんですよね。海岸道路が、まあ、アリードライブで、まあ、山の道、まあ、うん、山の道っていうか、このねベルトロード、ここにハイウェイがあって、で今ここはラコストリートですね、ラコストリートの交差点のところです。これでね、左にちょっとタウン寄りに戻って、このラコストリートの山登っていくと、素敵なね、こうお上品な、こう広大な敷地にプールのあるちょっと大きな邸宅がたくさんあるんですよ。で、その私はもうちょっと先に行って、プアプアアヌイっていうところを右に入ると、結構ね、ローカルの方にも、あといろんな方にも、こう万人受けする、プアラニエステイツというね、人気のこう素敵なサブディビジョンがあって、私も好きなんですけど、こうなんかね、アメリカっていう感じで、サイドウォークとかもあって、なんだろう、すごくこうファミリーで住みやすいっていうか、
あの素敵な住宅街なんですが、そちらに行きます。最近ちょっと行ってないかな、久しぶりに行きます。プアラニエステイツの戸建てです。そんなわけで話がちょっとぶっ飛びましたけど、あのうちのねエージェントの売り出しです。自宅の売り出しですだそうです。ちょっと楽しみ。ここです。あ、ルーバサインが出てる。ちゃんとプワプワアヌイ、いきなり覚えられないですよね。ルーバサインが出てる。というわけでルーバサインをたどっていけばいけるはず。 GPS ちゃんは設定しないやん。ほら、わかります？なんかこう素敵な住宅街、ね、お、サイン発見。あそこですね。なんかこうアメリカのドラマとかに出てきそうな。懐かしいな、ここ。そこか。よし、ついちゃった。お疲れ様でした。なかなかね、素敵なビューの素敵なキュートなお家でございました。あのラナイの部分、1200スクエアフィートだから、まあ、120平米かけるぐらいなんですけど、ラナイのところにあのね、アウトドアのバーッとダイニングスペースと、ね、リビングスペースをあのしっかりこう作ってあるんです。あれはナイスですね。お腹が空くとオフィス寄るんかいっていう。はい、そうです。だって朝から朝ごはん食べる時間なくてね、波乗りしてたから腹ペコペコリンです。あのグラノーラバー食べましたけどね、うん、ちょっともう一軒見に行こうかな、どうしようかなと思ったけど、いや、とりあえずオフィス行こう。ちょっとね、あのパソコン引っ張り出してやらなきゃいけない仕事もあるし、これ以上ちょっと物件動画も撮りたいですけど、なんかどうしようかな。これ多分でも今日じゃなくてもいいやつがあるから、今日のところはこれくらい。うん、会社行きまーすね。こののっぽの木が見えてくると、あ、会社だねって思います。カイルアのね、今冬だからちょっと減っちゃってますけど、あのブーゲンビリアがブワーって、特に夏ものすごい咲き誇って、すごい綺麗なんですよね。すごく好きです。はい、ということで仕事行ってきますよ。サンセットタイムになりました。今日は雲にかかっちゃうか。
かこれはこれで優しい色合い。お疲れ様です。またすごい時間まで仕事しちゃってましたが、めっちゃ綺麗ですよ。これからお家に帰るんですけど、ちょっとアリードライブ経由で行きましょうか。せっかくだから、出張の醍醐味、何の醍醐味だ。イエーイ。はい、というわけで、6時48分、まあ結構人並みの時間かな、日本的には。中途半端だとなんかすごいもうなんか罪悪感に苛まれるっていうね、わかるみたいな話をしてたんですけど、でもあのハワイって、ハワイでこんなね仕事して、ハワイ島でね、なんかありがたいなっていうか幸せだなっていうかね、あの私お客様商売なんで、もうねお客様のもう本当夢のお手伝いっていう感じの仕事なんで。もうすっごい頑張ってね、お手伝いさせていただきますとも。よし、ジャックさんのところ通りたいから、だってなんかねやっぱジャックさんにご挨拶してからなんか調子いいような気がするから。これクワキニですね。クワキニからちょっとあの何ココナッツグローブの方行きます。ごめんなさいね、また窓汚いよね。ちょっとあのジャックさんとこ行く手前でキレキレします。はい、カイルアビレッジですね。どうもねこのカイルアビレッジとあのアリー、このアリーが場所違うんですけど、なんかこう背が高いでこうね、背が高いのこれ2つぐらいしかないから間違えちゃう。あ、そっか、私こっから出てもいいんだけど、いやジャックさんっていうかずっとこっちから行こう。あの辺ずっとね。いやん、ちょっと待って。はい、サンキュースのところ綺麗、眩しいよ。ねえ、なんか綺麗綺麗、なんかリゾートの夜って感じですね。っていうかまあリゾートの夜なんですけど。このね、この
トーチがこう、おおすごい、なんかバレーめっちゃやってるね。あ、こうやって見ると夜結構人いるんですね。みんなやっぱりディナー食べに来るんだ。ね、私はこういうね、食事に行ったりとかもなかったですけど、別にそれがしたいわけじゃないですけどね、そんなのどうでもいいんですけど、うん、ここね、夜素敵ですね。どうぞどうぞ、渡るんじゃないの。あ、ジャックさんのところ、ジャックさんのね、ご利益がありがとう、商売繁盛。皆さんね、ビジネス運向上はジャックさんにお参りしましょう。なんつって思ったよりもね、結構暗くなってきましたけど、でもね、まだ少しちょっとシルエットな感じで、今日もいい一日です。毎日いい一日です。さっきね、あれ話したっけ、どこまで話したか忘れちゃったんですけど、あ、してないしてない、仕事してる時にね、午後の3時ぐらいになんかすごいゴミみたいなメールが来たんですよ。本当になんかこう、もう内容は言いたくないぐらい、あーちゃらこーちゃらうんちゃらかんちゃらわーっていう、なんかもう本当に本当に、あの、大丈夫ですかっていうレベルのね、本当ゴミみたいな嫌がらせ、すごい嫌がらせなメールが来て、ものすごい頭に来て、もうあの仕事してたんで目の前にスマホこう置いててね、もう受信した瞬間に、あの、何、送られた瞬間に見たんで、頭に来て電話したんですよ。そしたら出ない、5回ぐらいかけたんですけど出ない。で、まあ電話くださいってテキストしてる、今忙しいって返ってきたんですけど、それっきりね、なんかすごい、もうほんと怒鳴り込みに行ってやろうかと思ったんですけど、でもね、それしないで正解だった。うん、よかった、やらないで。姉さんとも話してね、なんか、うん、いい子いい子って言われました。だってね、なんか怒鳴り込むとか、私はその逆立てするのが多分ね、彼のやりたいことなんでしょうね。そうやってなんか怒らしたり挑発したり、とにかく自分の世界に引き込む、そうはいかないよだ。私は今もうずっと安全でハッピーな場所にいて、自分で自分の人生をきちっとコントロールできてます。あなたに壊されることはありません、あしからず、という感じでね、負けませんよ。いいな、こういうところ。今度いつかちょっと友達と、女友達とこう、なんかバケーションで来たいかな。高いけどね。うん、なんか妹とかね、姉さんとかとちょっとタイにサーフトリップ行こうかとか、なんか女友達がね、なんかこうアメリカ3月に行くから、メインランド、なんか LA とシアトルとうんちゃらかんちゃらで一緒に行こうよとかね、なんかいろいろ楽しそうな話がいっぱいあって、うん、人生は楽しい、 Life is good。 というわけで、金亀さん、こんばんは。また明日お会いしましょうね。皆様も良い週末を過ごあ、噛んだお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。ではでは。